高町は兵庫県の町。高郡に属す。兵庫県北播磨県民局に区分されている。2005年に3町の合併により発足。町は山田錦、杉原上、敬老の日発祥の地であると掲げている。高町は兵庫県のほぼ中央に位置する。西脇市への通勤率は 17.1% である。2005年11月1日高郡中町、上町、八千代町が合併して誕生。役場を旧中町役場に置き、旧上町役場と旧八千代町役場をそれぞれ上地域局、八千代地域局としており、地域自治区として中区、上区、八千代区が設けられている。2018年10月22日に高町新庁舎が開庁。敷地面積4291平方メートル、延べ床面積4921平方メートル、鉄骨造り、地上4階、高さ 22.6 メートル、駐車場69台、設計、施工管理は株式会社施設計、施工は西松建設株式会社、総事業費約26億円。町議会役所長は山田錦、杉原上、敬老の日発祥の地であると謳っている。それぞれ中区、上区、八千代区に由来する。道の駅、山田錦発祥の町、高町は、酒米として知られる山田錦の発祥地を謳っている。中区頑丈にある国道427号の道の駅は、山田錦発祥の町、高という名称である。町内では、山田錦の生産も行われている。山田錦は1923年に兵庫県立農事試験場で山田稔と単管渡船の交配によって生まれ、1936年に命名された品種である。高町が発祥の地を称するのは山田錦の母方にあたる山田稔を発見したのが中区東安田の豪農を山田清三郎とする説があることによる。この説によれば、山田清三郎が1877年頃、自作田で見つけた大きな穂を近隣地にも奨励し、田原に山田稔の焼き印を押して出荷したという。山田稔は大正期には兵庫県において酒米として広く栽培された品種であった。1993年より毎年10月1日には加藤時子日本酒の日コンサートが開催されている。山田錦を中心とした町おこしを図っていた合併前の中町がほろ酔いコンサートを開いていた加藤を招いたのが始まりで毎年恒例の行事となった。2006年には地方自治体として初めて日本酒で乾杯の町を宣言した。2019年、高町は加藤時子を山田錦 PR 大使に任命した。杉原上研究所和紙博物館、杉原上高町上区北部の杉原谷は、手すき和紙の杉原紙の発祥地である。上区鳥羽にある、町立の杉原紙研究所周辺は、杉原紙の里として整備されている。杉原紙研究所は現在唯一の杉原紙製造者であるとともに、紙すき体験が可能な施設として運営されている。また、和紙博物館や販売施設、国道427号の道の駅、杉原上の里、高を併設している。播磨国は奈良時代から紙の産地として知られており、杉原上もその流れを汲むとされる。杉原上の文献上の書出とされるのは、永久4年の関白、藤原忠実の日記で、杉原谷にあった藤原氏の荘園、杉の原荘で生産される、杉の原荘紙を、下方の調度品とともに古羅に送った記事である。杉原紙は鎌倉時代以降武家社会の公用紙として普及し、江戸時代には庶民にも使用が広がった。この過程で構造を用いた杉原式の手すき和紙が日本各地で生産されるようになり、杉原紙、杉原と呼ばれた。近代に入ると和紙に代わって洋紙が普及したことに加え、人工造林が盛んになり雑木林が減少して、楮の自給が困難になったこと、収益の良い他産業への転業が進んだことなどから、杉原紙の生産は衰退した。江戸時代、杉原谷には和紙をすく家が300軒あったというが、1925年には、紙すき業の歴史が絶えている。杉原紙の生産が全国に広がったため、近代には発祥の地も不明となっていたが、昭和初期に和紙研究家の儒学文章や親尊伝によって、杉原谷が杉原紙の発祥地と結論付けられた。地元でも教育者、郷土史家の藤田貞雄によって杉原紙の研究が行われた。1966年、杉原国小学校の校庭に杉原紙発祥の地記念碑が建てられた。1970年には大正時代に紙すきを経験していた宇高弥之助により杉原紙の紙すきが再現された。1972年、紙庁は庁営杉原紙研究所を設立し、杉原紙の本格的な再興に乗り出した。杉原紙は1983年に兵庫県無形文化財に、1993年に兵庫県伝統的工芸品に指定された。1995年からは原材料の構造を地元住民で供給するべく、上町民全世帯参加による1個1株栽培運動を開始した。高町八千代区は敬老の日発祥の地として知られる。高郡の野谷村で1947年9月15日に開催された敬老会が敬老の日の始まりであるとされる。野谷村の村長であった門脇正夫が老人を大切にし、年寄りの知恵を借りて村づくりをしようという趣旨から開いたもので、9月15日という日取りは農閑期にあたり、気候も良い9月中旬ということで決められた。昭和22年当時は戦後の混乱期にあたり子供を戦場へ送った親たちの多くが精神的に疲労の極にあった。門脇はそうした親らに報いるべく養老の滝の伝説にちなみ9月15日を年寄りの日とし55歳以上の人を対象に敬老会を開催した。これが全国に広がりを見せ国民の祝日敬老の日制定につながった。現在、八千代コミュニティプラザの玄関脇には、敬老の日提唱の地と刻まれた高さ約2メートルの石碑が立っている。その後2013年、高町では、敬老の日発祥の町として、敬老の精神を未来に向けて受け継いでいく目的で、公募で作成した敬老の歌、きっとありがとうを制作し、町の各所で流されているほか、この歌を使って、介護予防の目的で体操を作って公開した。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると 4.91% 減の 23,110 人であり、増減率は県下41市町中30位、49、行政区域中38位。養護学校、特別支援学校小学校。中学校高等学校一般国道主要地方道、岩座上の棚立課長横村公園バラ園。ありがとうございます。